お肉丸になる喉。喉じゃないか。話せるか。よう兄弟、その顔まだ驚きが冷めないみてえだな。あった、そんな反応するなよな。俺だってあんたが現れたことに驚いてないだろ。仲良くしようぜ。おいしいナッツを探すならいつでも俺に聞けよ。いいところを教えてやるから。ああ、モンドって一体どんなところなんだろう。そうか、モンド知らんのか。ミナノ州、いい根性ではないか。勇気のある若者は嫌いじゃないぞ。いつからここにいるのだ。これが初めてではなかったのか。それは興味深い。ちょっと遠いね。コーヒー入れてくればよかったな。ちょい眠いな。てかこれ、ここワープポイント、これ飛ぶの方が早いよね。いや、頭が回ってないわ。ミラ、あそこに何かあるぞ。あれは、なんと、この地で相まみえようとは。これって盆栽だよな。渋いお盆だけど、中身はあまり手入れされてなさそうだ。これは我が一族に代々伝わる盆栽であった。以前天領奉行の倉庫で見たが、それとは様子が違う。その時は当の昔に枯れた植物だけが植わっていた。もう枯れていたのに、どうしてお盆に残されていたんですか。きっと盆栽の中に秘密があるという暗示だったのであろう。盆栽の底には拙者の一族の古き秘密に関する手紙があったのでござる。手紙を読み終えた後は盆栽を倉庫に残していったのだが、誰が植物を片付け、そしてなぜここに置いたのか。つまりご先祖様が残した骨董品なんだろう。何もなしで置いてあるだけなんてちょっともったいないぜ。そうだ、カズハ、これで何か作ってみねえか。うむ、なぜここに現れたのかはまだわからぬが、試してみる価値はある。うわあ、お、解放。なんか集めるんだよね。みな、やっぱりそう単純じゃないよな。え、そういえばあれ、みんないるのにカズハだけがいないのか。おい、カズハ、大丈夫か。てかなんかシーン飛んだ。どこにいるんだ。返事がないみたいだな。歩きながら探してみようぜ。なんで急に移動したことに。まるで豪邸のような感じですね。もしかするとここは危険な迷宮ではなく誰かの家なのかもしれません。なんか盆栽をなんかしようとしていきなりシーンが飛んだのに、誰も違和感っぽい発言をしてないから、ちょっとこれシーン飛んでるんじゃない、ムービー。なんかそんな気がするんだけど。面白い。ここの秘密、皇女の名において解き明かしてみせるわ。ムービー特訓だけほんまやめてほしいんよな。あの前もさ、同じようなことあってさ、異なる色の矢を放てる、角度や向きを変えて矢台に矢を当てるんだな。同じ色のやつに当てろと。色彩の書籍を拾うと、色彩の矢台でいいのかな、
新たな色の矢が追加される。矢台はどれ、これまずこれを、これでいいのかな。ああそういうことか。これで当てて当ててってやっていけばいいってことね。こういうことだよね。あれなんかある。本日古書を探していたところ、偶然にも父の古い手記を見つけた。きっと父は気にしないだろうと思い中身を読んだが、やはりそのほとんどが、家事の技術や鉱石の扱い方に関するものだった。最後の方には盆景の設計図が描かれていた。この盆景に対する趣味も代々伝わるものなのであろう。拙者の息子も今年で6つになる。妻の願い通りカズーハと名付けた。妻が言ってしまったのは息子が生まれてまだ間もない頃であった。もう6年も経つのかと思うと、もしまだ妻がここにいたらきっと庭で父の手伝いをしていたのであろう。父は幼い頃は良い暮らしをしていたそうだが、年を取った今になって生活の質が落ちてしまった。改善して差し上げられず申し訳なく思っている。だが父は己のことよりも拙者たちのような若者の方が重要だとおっしゃる。どうやらこれはカズハの父ちゃんが書いた手紙みたいだな。あいつの一族は代々盆栽を育てる習慣があったんだ。もうそれにしてもカズハの父ちゃんのノートが見られるなんてレアだよな。カズハがどこ行ったんだ。装置を操作し詳しく調査する。発射なんか狭すぎて、あここで発射ね。でこれでいいのか。あれちょっと待ってよ。とりあえずこれでいいよな。これでいい。拾う、あ拾える。なんか場所変わんのかな。あ、なんかキラーンってなった。切り替えようか。